桜子ちゃんはあんまりなんか今ちょっとまあ何十分かしか経ってないけど、あんま怒るってイメージないけど、結構プシーン来たりすることあるの？いやでもそんなに怒ることはないんですけど、この間ちょっと感情出しちゃったのが、ダンスレッスン中に、でも小川レナちゃんの話なんですけど、レナって、まあ、多分分かってらっしゃると思うんですけど、若干抜けてるところがあるじゃないですか。天然、はい、天然とかちょっと抜けてるところがあるので、私がダンスレッスン中に浜原彩乃ちゃんとかと本当に真剣にダンス の移動の通り道の確認をしてたんですよ。その時にレナがいきなりすっごいニヤニヤしながら、この英語どういう意味って聞いてきて、この英語何意味みたいな感じで聞いてきて、もうちょっと待って今ダンスの確認してるからって言ったんですよ。なんですけど5秒後ぐらいにまた聞いてきて、それ5回ぐらい繰り返してたんですよ。そしたらもう本当にちょっとムカついて、ちょっと後でねって言って、ちょっとレナがその後にめっちゃ笑いながらマネージャーさんに、サコに消えられましたみたいに言ってて